吉野は、まあ、林業、まあ、木材産業で、そしてまた、伝統産業ですね、和紙、でそこに、まあ歴史が加わりですね、すごくそのどうですかね、いろんな場面に登場してくる、今の現在に至るまでずっとこう守られてきた独特の地域じゃないかなというふうに思います。私はこの吉野で、山盛りという、まあ、林業ですね、林業という仕事ですけども、その中でも吉野林業独特の、山盛り制度の中で、7代、目を迎えて、日々ですねこう山に入り、そして、まあ、仕事的でいうと、育林、植林から始まって木を育てていく、そして、伐採する、という仕事をしてます。これ一本一本やっぱり手間をかけてこう育ててくれたっていう、それが受け継いでるっていう山盛りの独特の制度かなと思うんですよね。父親がおって、おじいさんがおって、でまたその前のおじいちゃんがいてとかですね。芯がね、この中心にあるか丸太の芯にあるかっていうことと、でこの年輪の開き方、荒かったり細かったり、今の時代どうやって向き合って次の世代に、この山の美林、まあ吉野美林って言うんですけども、それを次の時代に継承できるか、すごくそれが今我々に問われてる時だと思うんですね。で今ならまだ間に合う。ですね、このこれはね、黒印って言ってね、山から出すときにねポンと打ちます。でこれがこの木の言うたブランド印なわけですね。この黒印の、人がずっと育林してきてくれた木だというのが分かります。ちなみにこれ中井さんの木です。吉野の木材っていうの質がやっぱりいいので、その質を高めるというかね、その質を生かすっていう部分で言うと、やっぱり人が見て、一本ごとにね作る製品が違うんですよ。やっぱり適材適所の使い方をすると、その木の品質っていうのがぐっと上がるんですよ。やっぱりちゃんといいところで使ってあげないといけないんで、ね、まあ、一歩一歩柱もね一歩一歩違うんで、ね、そう見ながら、ああこの木、この子は綺麗な子だな、この子はちょっと人がよく通るところに使ってもらおうとか、ああこの子ちょっと節多いかな、ちょっとこの子はできたらあまり見えないところに持っていってあげようとか、
そんなも考えながら、まあ、ストーリーを作ってキャスティングしていってるみたいなんです。こうやって、木の力を分散させながら半分半分というような感じで割っていくことによって偏らない。あの荒削りで厚みを整えたり、まあこういうずれたところを、まあ、整えるというだけで、また樽屋さんがちゃんと削るから削りすぎないように削ってます。同じ年輪がこう表面に出ることによってこの横の厚みが揃う。お酒の香りをつけるということに関してやっぱりそのいい香りが出るっていうのがやっぱ一番の特徴ですよね。他の産地の杉ではそうはやっぱりいかないという、木が一つ一つ違うっていうことを理解するようになって仕事がだん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 、まあ単純作業には見えるんやけどその一つ一つ違うっていう、やればやるほどその木っていうものがどんどん近く自分の中では身近になってきて、そうやってまあ、その木が硬い柔らかいとか、まあ、その木の表情とかいうものがどんどん見えてくるから、どん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 木が好きになっていくというか、あの今ものすごくその木を触ってこう仕事してることが自分の中では充実してて、非常にこう仕事が楽しくできています。吉野は全て楮を使って、で、のりうつぎというのりを、植物を使ってですね、で、やっていきます。一般的には、こちらの方はその表具の紙を、この裏紙というのをやってるんですけども、なかなか最近ですと、やはり建築様式も変わってきますし、で、新たなまあ使い方というんですか、よく最近ではその壁紙にこの和紙を使ったり、あと、障子に使ったりですね、結局和紙というのは呼吸ですね、生きているもんですから、やっぱり絶えず呼吸をしているもんです。だからそれをうまく使えるような、呼吸できる和紙かできない和紙か、結局薬品をたくさん入れてある見た目は綺麗な紙はやっぱり呼吸ができないと。でも薬品を使わないで昔からのやり方でやっているものはいつ立っても呼吸ができる。結局湿気があったらその土に吸収して、でまた天気になってくると外へその湿気を発散していく、だからまさしく呼吸できる和紙というのが一番僕はいい名前じゃないかなと思うんですけどね。これは一昨日ついた紙で1日かかって水を取ったものを板に貼っていくんですけど、
若い人たちが、和紙を使って、いろんな形で作品を作るというような試みを持ってくれる方が結構 いてくれるんで、1300年という歴史の重みの中でですね、それはそれと大事に守り続けていかないといけないし、今言ったようにまた新しい方向でものづくりもまた考えていかないといけないし、まあ、いろんな人とこうして出会わせてもらえて、また新しい形が出来上がると。うちの父が吉野ヒノキ専門の製材所をしているんですが、まあそういうことからもすごくこう吉野の林業とかにも関心がありまして、すごくこう大切に育てられて、すごく美しい木目の綺麗な木がたくさん育っているんですけれども、それをこう消費する側の私たちがもう最初植えた時の価値観とも変わってしまっていますので、その価値を分かる人が少なくなってきているし、それがこう昔のようにこう循環がうまくいってないというか、消費がこう減ってしまっているという現実がありましたので、まあ、それを少しでもまあ知っていただけるきっかけにこの明かりがなればなっていう思いもすごくあったんですよね。すごく癒されるわーっていう方とか、眠りにこの明かり使うと眠りにつきやすいですねとか、私もまあ、一旦高校から10年間結構大阪に通っていたので、それとかまあ旅行に行ったりとかすることでこう吉野を客観視することができたんですね。まあ、それが なくずっと吉野にいたら吉野の良さっていうのはやっぱり分からなかったというか気づかなかったんじゃないかなと思うので、だから住んでる人がもっと吉野の素晴らしさを知ることからいろんなことがやっぱりもっと始まるんじゃないかなと思います。吉野台は非常にいいものであると、で伝統もあるというようなことで、高級台、長がつくぐらいの高級台でこう進んできた嫌いがあったんですね。高級台を使われていくこのピラミッドのですね、この底辺を増やさなければいけないという時代に直面したもんですから、だから
いわゆる吉野でおるといわゆる低級材部類に入ろうかと思うんですが、その中でさえこれだけ立派なものがあるんですよ。そして何よりもまず安心と安全、いわゆる強度を含めてね、これは誇れるものがあると。じゃあこれを広報活動していかなければしていこうということで、こういうモデルも立て、広報しておりますし、守っていかないといけないものもたくさんありますので、そういう意味では伝統もある、文化もある、そういうところで、この地区の隆盛は私はもっともっと昔に戻っていけるというふうにですね、時代を変えて形を変えてでも心意気はつないでいけるというふうに考えております。花火上がったりとかねするし、紅葉が見れるし、それからこの自分のところの庭見ても紅葉してたりだとか。これまでは動かずしてもやっぱり販売は勝手にできたし良かったよ。でも今の時代は動かんといけない。でそれは山の人が動けるかっていうと、町のことも住まい手のこともわからないので、それはいきなりは酷だと思ってるんですよ。ただ自分は製材所でしょ、工務店設計事務所、住まい手に近いところで今仕事できましたよね。そうしたら自分動くしかないなとは思ったんですが、まあ、ここ製材所群のある吉野地域なんですけれども、近くの製材所の方がねみんなで使えればよりいいのかなというふうにも実は思ってて、そういうふうに使い方も実はもうしてます。近くの会社の人が集ってここを会話の場ではいいんですよ、会話の場ではいいんですけれども、それだけではなくて、その会社さんのがこうお付き合いのある工務店さんとかね、お客さんにこの材料を見てもらって、で発信さえしてもらえれば、先ほども言ったように山から木が降りてくるよって、そこをこうつなげる場にしたいんですよね。木の家建てたくったって木なかったら建てられへんのですよ。町の人もやっぱりそう思わんとあかん、思えって言うんではなくって、そうやっぱ思っては欲しいですし、そんだけの林業をやってると思うんですよね。でこう、まあ、経済成長であったり木材がいい時には山がいい時ですよね。その時にはやっぱり、なかなかこう一般の人が山に入るっていうことなく、まあ、職業に関わる人しか山に入らなかったですね。今、の状況を見てみると非常にその木材が低迷している中で、こう山に入る人、職人すらやっぱり減ってきてるわけですよね。でとなると、やっぱり山に何回こう入ったかで、また大地を、まあ、地下旅で踏みしめるという、そういうことを今の時代に我々どれだけできるかっていう、それを、大和の向き合い方っていうふうな形で我々は考えてるんですけども、吉野っていうのは、まあ、一言で言うと、まあ、美しいなと思うんですね。美しさ、綺麗さっていうんですかね。でそれは、当然先ほどから話してもらう歴史っていうのもありますし、でこういう木の文化景観ですよね。景観、この歴史と自然というのはすごい力を発揮してくれているなというふうに感じるんです。で今我々、まあ、当然林業であり製材業で和紙とかですね、割り箸あります。それぞれ地域の、まあ、自然を生かした、職業をされている方がまだおられます。ですから、その素材の魅力っていうんですかね、それとこの地域の力っていうんですか、自然空気、それをやはり、一人でも多くの方に見てもらえる場っていうのを作っていきたいなと思います。でその、見ていただくことによって、外の力と
で地域の人の力がコラボされて何か新しいまた産業が芽生えてきたりとか、そして今まで培ってきたものの価値っていうんですかね、その見方を我々自身も気づいて次の世代に残していけるようなことをやっていきたいなというふうに思います。はい。